改めましてごきげんよう、井上ゆきたです。この間始めた2件の続きをやっていこうと思います。アークの副司令官室に移動するって出てるんで、そこ行ってみようと思います。よろしくお願いします。あーどうも杉田さん、こんにちは。え、なんで、ちょっと待って、私も何かしたっけ。君に下した命令は発電所の調査だった。できたよ。発電所を壊せとは命令していない。あれ、え、あはい、光線の影響で発電所内部が連鎖爆発を起こして大破し、保管されていた資材と施設が粉々になったのだよ。2ヶ月分だ。2ヶ月もアークを食べさせられる資源、君とニケたちが吹き飛ばしたんだ。言い訳があるかね。馬効力だよ。あります。いや、ない。君にできる言い訳はない。ない。君と君が指揮した分隊は今日付でアークから追放、全省基地への配属が決まった。やべえとこに行かされるってこと。不毛の地だ。人もいないし施設もない。ああ、そんなに心配することはない。最低限の資源くらいはある。護衛もつけてあげよう。恒星間送りじゃないことに感謝するべきですよ。修理中だ。終わり次第上がらせよ。では荷物をまとめてすぐ動きたまえ。厳しい世界だ。発電所での光線データは分析はすでに終わった。言ってみなさい。実戦に強いタイプというには異質すぎる。圧倒的だ。発電所内部のラプチャーたちのスペックは既存のラプチャーと次元が違う。オート機能が優秀なだけなんだよな。それを突き放し脱出にまで成功したとは。何かあるに違いない。今は見当もつかないが、調べてみる価値は十分だ。まあそのための全焼基地行きなのだがな。偉大なる中央政府の目を避けるには、これ以上の場所はない。あー違う、優しさだった。もう杉田の優しさだった。人間の機械をコントロールしたラプチャーのことか。進化していると思うのが妥当だろう。うん。果たして目的は。そうだな、どうせどっちかだろう。人類を抹殺するか、人類に変わるか。この機械もどこからやって、なんかある日突然現れたって前回書いてあったような気がするけど、そのあたりもちゃんとストーリーで語られていくのかな。アークの移動した全焼基地解放。全焼基地解放どこだ。ここって、あ、お前ついてきてくれんの。なんだっけ名前。全焼基地と聞きました。そう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 、わかってるけど、なんで私たちがこんなところに配属されるのよ。やりすぎちゃったんだな。師匠の護衛も兼ねて、あと発電所を壊した張本人ですからね。いくらなんでもこんな荒れ地でどうやって。お、アニス見てください、こんなに銃を乱射しても誰も気にも留めません。わあこれはすごいわ。はあ、まあしょうがないわよね。わざとじゃないけど罪がないわけじゃないから。悲しい。そうですよね。あと野営みたいでワクワクしませんか。動機が激しすぎて死んじゃいそう。ところで師匠、私たちどこで寝るんですか。こいつらって寝るの。なんかどこまでが人間ポックって、なんか人間物食べたりすんのかな。どこまでが機械なのかわかんないんだよな。なんか別作品のこと言うけど、攻殻機動隊とかのさ、あの元子、あれはなんていうの、サイボーグはさ、一応食べられるけど、あの食べなくてもいい、食べるだけの意味はないみたいな設定じゃん。あ、そんな感じぐらいなのかなって思ったけど、わりかし普通にマジで人間なんだよな。どういうこと。宿所、宿所はどこですか。食べたり飲んだりするのかな。ドラえもんぐらいな感じ。ドラえもんもドラ焼き食べた後、あのドラ焼きがどこに行くのか私は知らないんだけどさ、どのくらいこの人たち人間なの。あ、曲おしゃれ。ここは全焼基地です。指揮官とニケが一緒に生活する空間です。
で、コマンドセンターに移動する。なんか曲もおしゃれだし、ここですか。なんか居心地いいな。あ、ここですか。はい、そうかじゃなかったのね。ね、おしゃれじゃん。そう、ドロップス欲しいよね。 YouTube 君ではニケ君配信多分できないんでもう居場所ツイッチしかないじゃん多分ね、わかんないけどあるといいのにな。食堂はやっぱこいつら物食うんかい。缶詰と戦闘食、ちょっと消費期限ギリギリじゃないこれ。そう、雰囲気すごいよね。なんであんな広告振ってるのかは前回話したわ。あれでいいんだよな、広告はあれでいいんだと思ってたんだけど、そう、広告さ、クソ広告でいいし、1週2週3週4週回っていいやって思ってたんだけど、あのニケをやり始めてから、それからも始めてからもずっとニケの広告をかけられてるんだけど、広告の質変わってしまった。あのクソ広告私久しく見てなくて、普通のあのオープニングムービーとか、あのかっちょいいタイプの広告の種類があったんだね、知らなかったんだけど、なんかかっこいい広告以外出てこなくなって、私クソ広告見なくなったんだよ。だってニケさん広告の質変えたの？それともみんなまだクソ広告見えてる？あれ何？出し分けしてんの？ちょっとわかんないんだよな。あの、もしかしてシャワー室は？シャワー室？あそこの隅にあったような。ですよね、やっぱりシャワー室はありますね。え、クソ広告も見る？私もう久しくクソ広告見てないわ、ここ1週間ぐらい。なんかニケが流れるたんびにかっちょいいあのオープニングのアニメとか、そう、アニメーションの広告しか見てない。え、悔しい。クソ広告見たい。あ、初見様いらっしゃいませ。どうぞゆっくりしていってね。しょっぱなです、まだ。キュッ、水出ないんじゃない？水出ないっしょ。水が出ないんですけどでしょう。え、この子たちシャワーも浴びるし、なんなの？食堂で飯も食べましゅ。何なんだ、気になることがあって。何ですの？何？まさか師匠も私たちと一緒に。なんかこう割と人間、なんかそれがね意味わかんなくて気持ちが悪いんだよね。あの気持ちが悪いっていうのは、だって兵器だったら必要なくない？なんかね、あれを思い出すの。古い漫画とか好きな人だったら絶対わかる。最終兵器、彼女、高橋真先生の最終兵器彼女の、あの主人公ヒロインの彼女の知性を思い出してすごく嫌な気持ちになるの。あれ分かる人は分かると思うね。え、何なんでしょうねあれ。もしそうなら大問題です。最初はなんかガンスリンガーガールガの数合ってる、あれかなって思ったんだけど、感覚はすごい最終兵器彼女に近い気がしてる。いくらなんでも一緒に過ごすとなるとプライバシーの問題があるよね。お前らにプライバシーも人権もないだろって思うんだけどな。機関室は別にあると聞いてる。あ、よかった。そう、それはよか。ちょっと、はい、見せて。そう、なんかあのちょっと古い作品とかを知ってる人だったらわかると思う。ごめんね、古い漫画とかアニメの話しかしてないね。広角機動隊とか、そう、ガンスリンガーガールとか、あの最終兵器彼女みたいな、あの感じがするのよ、すごく。コマンドセンター、公平よね。わあ、素敵よね。何かしらこれ、一人で使うのになんでこんなに広いの。ソファーもめっちゃ楽そう。やっぱり人間の方はしっかりしてるんだ。確認したいことがあります。あ、シャワー室どうぞ。出る。あ、出るじゃん。シャワーじゃなくて滝だわ、滝。私は師匠に失望しました指揮官だから当然といえば当然だけど、これはちょっと差がありすぎでしょう。これわざとだよね、きっとね。あ、いいこと思いついた。私たちと宿所を交換するってのはどうかしら。この世界はその指揮官はやっぱりちゃんと人間だから大事にされるんだよね。
こいつらやっぱり兵器だから基本人権ないようにしなきゃいけないんだろうな。でもなんか自我がありすぎるんだよな。いい考えではなさそうだ。黙っとよ、黙っとこ。考えてみてよ。多数が損をするよりは、なんか変な世界だわ。そうだよね。だから私がさ、あの先週やった序盤でさ、怪我した、怪我じゃないね、故障仕掛けたニケに対して包帯を巻くって感覚がおかしいんだよ。私の感覚がおかしいんだけど、でもこいつらの感覚が人間すぎて非常に、なんだか嫌な、今後嫌なことがたくさん起こるんだろうなっていう。ね、そう、使い捨てとかさ、脳みそさえあれば修理できるけど、脳みそ終わったら終わりじゃん。で、私がぶっ壊れたニケは処理しなきゃいけないじゃん。私思い、あーもうさ、今まで人型兵器、等身大人型兵器で女の子が出てくるものの嫌な部分全部詰めて、全部ぶち込んで鍋でさらに濃縮させた、グツグツ煮た感じがする。そう思わない？もう、ね、指揮官様、今まで見てきた SF 漫画の記憶とか全部消したい。怖すぎる怖すぎる。優しすぎるのも問題ですよ。あ、怒られちゃった。おかえり。来た、来ましたね。ご無事で何より。割と胸クソストーリーあります。嫌だなぁ。もう目に二人には苦労をかけたわ。絶対あるって分かってる。その地雷みたいなものを踏みに行く恐怖、ワクワクすっぞ。非常に楽しみなんだけど、絶対ダメージあるんだよな。その日絶対なんか眠れなくなったりするの。体調崩すんだよね、3日間ぐらい。でもめちゃくちゃやりたくなる。これから私たちが過ごす命かけてゲームやりすぎなんだよ私。ストーリースキップする派。でもソシャゲにはそうだよね。私ソシャゲにストーリー求めすぎるタイプなんですよ。 MMO とか MO とかソシャゲとかにも基本的にそれらのゲームって多分なんだけど、ストーリーなんてどうでもいいのよ。 MO、MMO、ソーシャルゲームの類ってストーリーどうでもよくて、私は異端なんだと思う。ストーリーを求めちゃう。いろいろ言いたげな顔ですね。私は異端なんですよっていう話をしてたの。ラピさんどう思う？こんな機会だから申し上げますが。どう思う？どうしたの？まさかちゃんとくっついてなかったですか？大丈夫？継ぎ目ってここ？継ぎ目ってここ？継ぎ目ってここかな？あなたたち臭い。臭い。パパンの読んで面白くなってきたなと思ったら熟読する派。グロシーンがダメな人はこれ絶対ダメだよね。いやもうこれパカ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 出てくるし、テキスト読んで考えちゃったらさ、吐き気するタイプのゲームだよね。その吐き気すらも楽しみなんだけど、あの辛くなったら言いに来るね。あのさ、みんな聞いてほしいんだけどさ、私きっとこのテキストでこういう感情になってしまったから眠れないんだけどさ、きっとじゃないか、きっとは未来の話、あの助けてくんないみたいなこと言いに来るよ。そう、嗅覚センサーを切ってたから知らなかったわ。あ、臭いとこ行ったまんまだったの？洗ってももらえないの？ちょっと待ってください。二人はちゃんとしてて、私たちだけ何なんですか、このざまは。洗っていきな。シャワー先にいいよ。ではお言葉に甘えて。指揮官、外で待ちましょう。うん、なんか辛くなったら言いに来るね。これからが心配です。そん時は助けて。そん時はあはは、お前も読んだか、ゲラゲラプーってしてほしい。先ほどの話に戻りますね。こんな機会だから申し上げますが、はい、私たちニケは人間ではありません。それはね、頭で分かってるんだけど、あまりにもなんか人間すぎるんだよな。人類の敵であるラプチャーと戦うため、強大な力と不滅の命を持つ兵器に過ぎません。大破したニケが平然と再び現れるのはよくあることです。頭では分かってるよ。ですから、そんな深刻な顔しないでください。お尻綺麗だね。お尻綺麗。指揮官、指揮官には私たちが何に見えますか？これ中間なんだよな。あ、
マジでニケってどうやって作るんだろう。やだな、脳みそとか培養して作ってんのかな、それともクローンかなんかなのかな。気持ち悪い、気持ち悪いよ。私たちを人間として見てくれるのはありがたいですが、結局指揮官が傷つくことになるでしょう。時間が経つほど違いを実感することになるでしょうから、私の言葉忘れないでください。もう遅いです、今日は休みましょう。おしゃれだな、私の部屋。もう寝よう。ブルルルル。お、過ぎたじゃん。ポチッとな。なんかね、悪くないわ。ありがとね。あの、助けてくれたんでしょ、ありがとう。悪から離れているという点を利用するのも悪くないだろう。もうこれなんだよな。お前の目的これなんだよな。あと、決め顔だな、こいつ。ずっと決め顔だな。そこは違う。ニケたちとの距離が近くなる分、ケアをしやすいというメリットはあるだろう。だから、そう悪く思うな。仲良く過ごすように努力してみなさい。もうちょっと平気らしく作ればよかったのにね。何を思って、こんな風にしたんだろうね。あ、あれだ。もっと、あの、ラブした感じだったら、あれ思い出す。チョビッツ。クランプ先生のチョビッツも思い出す。今、ふっとチョビッツが出た。指揮官、入ってもよろしいでしょうか。その、人間じゃないものと、人間の恋愛を描いた漫画なんだけど、触れ合えば触れ合うほど、人間じゃないものは成長していくのよ。どんな風に成長するんだろうっていう、その成長の過程をね、見ていくんだけど、これがね、準備ができましたら下に降りてきてください。想像するとなかなか素敵な恋愛漫画なんだけど、よく考えるとちょっと怖いんだよな。ちょっと怖いんだよ、あのゲームじゃない、あの漫画も。あの、知らない人ぜひね、読んでみてください。ちょっぴりエッチです。おい、うわ、なんだろう。お客が来たらキビキビ動いて。はじめまして。私がそんなに暇な人間に見える？人間ですかね。人間とニケのさ、区別の仕方ってどうしたらいいの？銃を持ってるか持ってないか。私お前私のこと知らないの？知らない。最近の士官学校はダメね。基本的な常識も教えないんだから。おい、そこの白い鉄くず。え、私ですか？そう、お前。こいつに私が誰か教えてやって。このお方はニケ製作を担う三大企業の一つ、ニシリスインダストリーの CEO を務める主演様です。ちゃんと聞いた？じゃあ、なんでこんな危ないとこ来たの？は？マリアンの新色は悪で始まったようですけど、なんか知ってますか？全然理解できてないじゃん。お茶ぐらい出した方がいいかな。ユニ、うん、これはやっぱなんか持ってるからニケか。ひざまずかせて。うん、光った光った。リリリリリ、いてててて。指揮官、何をするんですか？生まれちゃった。身の程知らずのお調子者はこうやってたまに踏んづけてあげないと。おい、これから私と話すときはこのポーズを取るのよ。そして二度とそんな質問はしないと。分かったわね。ほう、なかなか反抗的じゃないの。おい、はい、で、私の、はい、言葉を無視するわけ？足、言ってみなさいよ。こういう女ほどなんか仲良くなったらなんか出れるんだよな。ガチャガチャ。え面白い。足をどけろ。いえ、好きにやらせて。足の方が早いか銃弾の方が早いか試してみる。三原、増えた。
でかい、何がとは言わんが。感覚交換完了です。痛い、痛いの？痛いってすげえ効率悪いじゃん。素敵でしょ？三原とお前たちの感覚を交換したの。こうすると通覚センサーが自動でオンになるのよ。だから。一体何を？ニケはオンオフできるみたい。する必要性を感じないんだよね。匂いっていうのはなんかガス漏れとかがあるからさ、なんか察知する能力として必要な気がするんだけど、嗅覚って必要なのかな、兵器に。どうなんだろう、なんでそれをオンにしてるんだろう、わからない。こういうことができちゃうわけ。人間に銃口を向けるニケは理由を問わず処分のはずだけど、まあこの辺にしておきましょう。で、なんで来たの？そんなに睨みつけても無駄無駄。さ、では話を始めましょう。これからワードレスと地上へ上がって。ワードレスと地上へ上がって。ワードレスというのは、三原とユニのことね。お前たちにも分隊名くらいあるんでしょ？その、カウンターズ？ま、そんな感じ。とにかく地上に上がってラプチャーを捕獲してくればいいの。詳しいことはこいつらに聞いて。わかった？靴かあげるわ。捕獲か、ぶっ壊しちゃダメなのね。まだそんなことを言ってんの？何一人で喋ってんだ。いい？三大企業の CEO は副司令官と同じ命令権を持っているの。電気椅子に座りたくなければ命令に従うのよ。わかったわね。はあ、お、ごめんなさい、シロちびっこ。はあ、三原、あいつと交換して。あら、主演、相手は人間よ。交換して。あらあら、こんなことできるの？お前、撃たれたことないでしょ。さあ、感じてみなさい。またふざけるんだ、ね、なんで蜂の巣だけ、まあ、そこにあれかな、別に意味はないのかな。面白い。おい、来ないで、下がって。この主人公根性だけはあるな。下がれと言ったでしょ。三原、撃ちなさい。ニケは人間を撃てないわ。貴様、おい、話しなさい。気でも狂ったの？私を誰だと思ってるの？私の仲間に謝れ。なんで私が手つくずに謝れ。わー、意識がごめんね、弱っ。気絶したか。びっくりした。捕獲忘れないでよ。うん、はい。しばらくして、ふう、終わり。師匠、見えますか？よかった。顔がめちゃくちゃになっててびっくりしたんだから。顔がめちゃくちゃになってて、これからはあんなことしないでね。あ、なんかすいませんでした。ショックで死ぬこともあるから。え、なんでニケ痛いの？痛い痛い痛いなの？わからない。取ってくれてありがとう。あなたたち、ん？どういうことか説明してくれる？まあ説明は難しくないけど、地上に上がってからね。地上が何か知らないけど、その主演って誰？そんなことしていいと思ってるの？いいわよ、三大企業の CEO だもの。さ、急ぐわよ。2日しかないわ。
期限を守らないと主演が何をするかわからない。